た山中をぶらぶら中、雨が降ったパラパラって具合、ちょっと僕らとおしゃべり、いつの間にやら晴れてる、そんなもんだぜ僕かっこさラジオ。はい、はい、どうも始まりまし ました。第2回目でございます。第2回目でございます。はい、1ヶ月のご無沙汰でございまして、ありがとうございます。はい、ポカコサラジオ第2回ということで、はい、私パーソナリティ新劇俳優協会所属フリー俳優沢村一番、はい、私はまあここではちょっと勉強させていただく役でございますね、はい、東京演劇協会の鳥と海野でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますね。はい、さっきあのタイトルロゴが出ましたね、ついに。もうちょっと長く映るのかと思ってたんですけど、いやいや、結構スーッとスーッと長く映りましたけどね、はい、そういうのもできまして、はい、第1回目がテーマ曲で、で、はい、この第2回ではついにロゴができたっていう、ね、ロゴができた、はいね、だんだんいろんなものが重なってきてロゴなんですね。いいですね、豪華ですね、はい、ロゴマークも、はい、パラグアイのこう国旗を多分イメージしてくれて作っていただいたんだと思うんですけど、もう一回出ますかロゴ。はい、パラグアイの、ロゴマークです ね、うん、はい、これね、この真ん中にあるのがパラグアイの国旗のマークですね。はい、パラグアイの国旗っていうのが世界で唯一、はい、表と裏が国旗にあるんですよ。国旗に表と裏がある、はい、このマーク、作ってくれた方が多分入れていただいたと思うんですけど、はい、これ多分表で星のマークが書いてあるんですね。なるほどですね、はいはいはい、で裏はなんか馬かなんかがいるんですよ。馬はそうなんですね、はい、すごい。あ、裏表のある国旗があるなんて知りませんでしたね。そうですね、なかなかないとか、まあパラグアイしか多分ないと思うんですけど、うん、また一つ勉強になりました。はい、ありがとう、いきなり勉強になりましたね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、まあこの1ヶ月間緊張としては、そうですね、まあなん、まあ、とりあえずね、今日はちょっと特別な日なんですよ。特別な日、はい、おい、私今日が58歳最後の日でございまして。もう年齢いっちゃっていいんですか。まあ明日で、はい、私もう59でございますよ。花の50代のね、ラストイヤーでございますからね。ラストか。まあまあこのね、花の50代1年間頑張って、で花の60代にドーンと突入というね。還暦。もう還暦、まあ昔の60と今の60じゃね。あ、そうですね。全然違いますから。違いますからね。はい、まあそんな感じでございましてね。はい、頑張っておりますよ。あ、そうですか、はい、私もこの1ヶ月はそのパラグアイの友達が今日本にちょっと来てるって、名古屋にいるんですけど、ちょっと会いに行ったりしてましてですね、はい、そうなんですね、はい、お孫さんができるということで、その出産に立ち会うということで、わざわざパラグアイから沢村さんが立ち会うの。いやいや、僕じゃない、そのお友達が。びっくりした、立ち会うんでパラグアイから帰ってきた。そう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 、そういうことですね、はい、びっくりした、うん、で孫ができたっつって。あ、なるほどね、はい、愛が笑うって書いて、名前が愛美ちゃんって言うんですよ。あ、かわいいですね。かわいい名前でね、本当に、ね、はい、なんかな感じで、一応ね、パラグアイの懐かしいお友達と酒飲んで。あ、そうですか、はい、あ、なるほど。じゃあそういうことで、うん、じゃあ番組を進めていくんですけども、ほいほい、今日はなんか番組初のそうですね、先月はおじちゃん2人でそうなんか、ね、やってて、観覧の人がいてね、はい、あのとも楽しかったですね、打ち上げね。楽しかったですね、まあまああれですけど、まあ、おじさん4人で、なんと、はい、ゲストが来てる、うん、ゲストが来てる、うわ、いいですよね、美女です、美女、はい、もうなんか呼ぶ前にものすごいハードル上げておりますけどもあ、もうでも前回の時写真を、ね、見せていただきました、ね、あ、そうですよね、本当に綺麗な方でいらっしゃいますけども、はいはい、じゃあ早速お呼びしましょうか、はい、今回のゲストは鈴木玲子さんです。どうぞ。どうぞ。こんにちは、すごいです、美女とか言われて出てくるこのいや、ようございますよね、はい、お互いですね、ありがとうございます、いや、綺麗ですよ ね、はい、いや、私、呼んでいただいてありがとうございます、この場所番組 初のゲストですからね。もう初ですよ、はい、はい、まあ、番組としてはこう、まあ、パラグアイというか、まあ、南米を、はい、日本と南米の、まあ、架け橋になるというようなね、はい、番組のコンセプトがあって、はい、でまあ、それに関連したような人をゲストで来ていただくということで、はい、まあ、日系人の方を呼ぶみたいな感じだったんですけど、はい、思いっきり日本人ですよね、はい
最初はね、はい、少しずつこう、はい、そうですね。はい、でもまあ、はい、僕があの玲子さんにぜひね出てほしいというふうにお願いしたんですけれども、まああの実際問題パラグアイには、うん、どれぐらい行ってたんでしたっけ。ですね、はい、1週間しか行ってません。はい、いや1週間行ってたら十分でございますよ。いや、パラグアイっていう国は、まあ、日本から結構ね、はい、一番遠い国と言われてまして、はい、行くのに2日間、はい、帰りに3日間、計5日間の日にちがかかるわけですよ。なるほどそれで1週間しかいなかったって。いや、でも向こうに1週間いたんでしょ。向こうに1週間いました。まあ、で10日以上はかかって、あ、何日間かかったかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、向こうにいたのは1週間大したもんでございます。すいません。なるほどね、結構48時間ぐらい行きでかかって。そんなにかかるんだ。飛行機のうまくあの受け継ぎというか、あれが乗り継ぎがうまくできなくて。なかなかね。どこでトランジットするんですか。あ、はいはい、私はチョコないんですね。なかった。チョコないない、もちろん。ないんですね。はい、まずニューヨークとかっていう話。あ、そうですね。アメリカに行くの。そしてブラジル。はい、からブラジルのサンパウロですね。そしてパラグアイ。あ、そうなんですね。はい、へー。そうなんです。遠いんですよ。遠いんですね。かなり遠い。それがいいんです。それがいい。それがいいんです。なるほどなるほど。まずじゃあ最初にもう一度、はい、第1回目も出してもらいましたけど、はい、パラグアイがどこにあるのかっていうのをちょっとおさらいしたいと思います。はい、じゃあパラグアイの地図もですね。はい、先月1回目で知りましたから。お願いします。パラグアイです。あ、いいですね。これですね。これ南米の地図ですね。はい、南米のど真ん中で。ハートの形をしているので、だから前回も言いましたけど、はい、ハートの形してますか。してる人やっぱハート。愛ですよ、ね。愛の国。南米の心臓と、はい、と言われてますね。南米の心臓。はい。そうそうそう、まあ内陸国です。こう、はい、まあ海がない国でね。うん、はい。これはウルグアイの次ぐらいに小さいのかしら。そうですね。そうなりますかね。あのパラグアイ自体は日本とほぼ同じなんですよ。日本の 1.1 倍っていうふうに言われてまして、面積が。あ、え、そうなの。はい、だから日本よりはでかいんですよ。これで、はい、これでっていうか、そっか、そうなんですよ。そっか、大陸のあれだから、あ、これで日本よりでかいんですね。そうそう、だからブラジルとかね、あの恐ろしいとっぷりがあるから。すいません、僕なんかあの四国ぐらいの大きさかと思って思ってましたよ。あ、大きいんだ。はい、日本よりは大きいし、日本の 1.1 倍ある国ですからね。だったらブラジルなんて超でかいですね。ブラジルも超でかいですね。まあ国の中で時差があるくらいの国ですからね。そうだ、はい。時差といえば日本とパラグアイというのは時差どのぐらい。まあ、全く真裏なので12時間です。12時間はい、うん、あ、そうか、サマータイムの時だけが13時間になるっていう。あ、向こうサマータイムがあるんですね。はい、サマータイムがありますからね。いや、よく知ってらっしゃって住んでますからね、私ね。パラグアイ人ですからね。いや、パラグアイ人ではないですから。日系人ですよね。はい、一応ね、日系人のね、しし私でなりますけどね。どのぐらいの数の方が住んでるんでしたっけ。全部でですか。はい、人口自体は多分700万人前後だと。はい、埼玉県人と同じぐらいだとかね。それ聞くとびっくりしますよね。びっくりですね。日本よりも大きいのに東京よりも少ない、はいはいはい、埼玉ぐらいしか少ない。でさらに言うと牛の数が2000万頭だかなんとかいて、うん、牛の数の方がなんか人間より多いんだっていう話ですね。はい、ね、そういう国です。なんですけどね。はい、でまあそういうところで、まあ、僕も移住してなかなか変わってると思いますけど、うん、まあ、実際1週間しか行かれてない、まあ玲子さんが、はい、なぜそんなにパラグアイのことをね、好きになってこんなにパラグアイを、まあ、宣伝ではないですけどこう、うん、広報みたいな形 で、ね、やっていただけてるのかということで、僕はそこに非常に興味がありまして、ね、はいはい、ご覧の方何かご質問とかありましたらこちらの、あ、はい、ね、ぜひお願いします。メールでもつぶやいていただければここでこのタイトル拾いますんでね、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと、はい、なぜ人の歴史やりですね。なぜですか、人の歴史やり。あ、なんかこれなんか違う僕の方の番組みたいな、ちょっと別番組になるかもしれないですけど、なぜパラグアイを、うんうん、まあ、こうこんだけ、愛してくれるようになったのか、はいはい、こうちょっと説明していただけると。はい、ちょっと私感覚的とか感性で生きているところがありまして、あんまりうまく説明はできないところではあるんですけれども、はい、友達の友達がパラグアイに住んでおりまして、そこからパラグアイという国に興味を持ち、うんうん、どん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 調べ始めていったら止まらなくなってしまった。なるほど。はい、そこがまずファーストステップです。はい、そしてまあ、自己肯定感が高い国であるとか、豊かさが溢れている国みたいな情報がどんどん出てきて、うん、なるほど、なるほど、はい、なぜかパラグアイの話をしている時の私ってすごくエネルギーがあるなって思って、
行ってみないといけないってある時思ったんですよ。そうか、行ってみないとね、はい、行ってみないとなんでこんなに興奮するのかがわからないと思って、うん、あの国際支援みたいないろいろなイベントに参加するようになった時に、はいはい、いや明日パラグアイフェスティバルがあるよっていう声をかけていただいた鈴木さんという方がいるんですけど、おなじみ名字、そうなんですよ、はい、その方に教えてもらって、まあ、あのパラグアイフェスティバルに行ったところ、ね、パラグアイフェスティバルというのはどこでやって、あのね、年に1回練馬の光が丘公園っていうところがありまして、まあ、その実行委員 の方がまあ、ね、住んでらっしゃるというのもあるんですけれども、はい、そこでまあ年に 1回ですね、うん、そのまあパラグアイのことをこう宣伝するとか知ってもらうためのまあお祭りみたいなのがあって、お客さん来るんですか。結構これが来るんですよね。すごい来るんですね、はい、めちゃめちゃ来ますよ、うん、でまあ年に1回そのパラグアイ料理が食べれたり、うん、そこはまあ パラグアイのダンスが見れたり、うん、パラグアイの楽器の演奏が聴けたりというような、まあオリジナルのパラグアイというものをまあ体感していただけるというような、ね、あの前回写真で見せてもらったあの琴みたいな、あ、そうです、パラグアイハープ、はいはい、はい、アルパっていうんですけどね、はい、まあ、そういったあの演奏会なんかもあるっていう、はい、なるほど、まあ、でもほとんどが同窓会みたいなノリで、一般の人も多いんですけど、うんうん、パラグアイに、まあ、から日本に出稼ぎに来てるような、うんうん、あ、日系2世3世の若者たちだとか、はいはいはい、あと昔移住していたけど、まあ、ちょっと引き上げ事情があって引き上げてしまったとか、まあ、そういった方たちが、まあ、ほぼ同窓会みたいな感じですごい集まってくるんですよ。2万人ぐらい集まるみたいな。え、そんなに、はい、日本の、ね、お客さんも含めて、日本の、はい、そうですか。そうなんですよ。それはすごいな。で、ね、実際ね、朝の10時から始まって、うん、夕方の4時には終わるんですよ、うん、ああ、そんなに、だから実際6時間しかやってないんだけど、うん、はい、あのそれはまあ早めに終わってみんなが早く打ち上げしてなるほどなるほど。なんかその時間だとあれですね、昔2人でやってたあの住宅展示場のイベントみたいなですね。そうそうそう、とっとと終わらしてね、終わらして飲みに行くっていう、行くね、まあ、2人でよくイベントが一緒だったんですよ。そうなんですね。でそこで知り合ったと、2人、そうなんです、まあ、そこでなんかこの方がパラグアイにすごく興味を持ってるって言って、まあ、実際ね、あの綺麗な方で本当にパラグアイに興味があるんであれば、はい、ぜひパラグアイのことを知ってもらいたいなと思って、うんうんうん、で都内に唯一赤坂に1軒だけパラグアイ料理屋さん、うん、アミゴという店があって、うん、赤坂、はい、はい、でそこにまあちょっとご招待して、うん、僕そこのあの方とお店の方と仲がいいもんですから、うん、なるほど、はい、はい、でそこにご招待してちょっとパラグアイの話をして、そしたら本当に好きなんだって、あ、そうなんですかね、行ってない、行ってないのにいやいや、いいんですよ、だって僕なんか沖縄大好きでね、三振とかやるんですよ。そうですね。で、あのもう今あのコロナの影響もあって終わっちゃったんですけど、うん、那覇ってお店があって29年通ってたんですから、そこに、あ、お店に、はい、沖縄行ったこと1回しかないんですからなるほど、しかも一昨年ぐらいにそんなもんですよ。そういうもんなんですかね。好きってね。好きでいいんですよ。だからそれがね、まあ沖縄とかだったら結構、ね、沖縄はそのうちね、2時間半で行けますけど、パラグアイはね、なかなかいないですよね。あ、なるほど。まあ、そこまでも愛してくれてるという方で。で、だから第1回目のゲストは僕はレイコさんがいいなと。なるほどね。で、実際現地の、まあ、日系の方とかでもいいんですけど、なかなか自分が住んでる国を、こんなにいいんだよ、こんなにいいんだよって語るって人、なかなかやっぱね、いないっていうか。そういうもんですか。そうなんですよね。なんでまあ、今回はちょっとレゴさんに来ていただいて、うん、パラグアイを褒めてもらおうと。パラグアイ褒めてもらおうと。私の好きなパラグアイをご案内させていただきます。はい。1週間。1人で行かれたんですか。あ、3人で来ました。あ、3人で。はい。なるほど、まあ、ちょっといろいろな思いも込めて、はい、3人で行ってきました。ついに行ったんですよね、はい、それ行く前になんかご紹介していただいて、はい、この人もうすぐ行くんだけどみたいな、ね、感じだけどだったんですよね。いつ頃、何年ぐらい前の話ですか。2019年ですね。 そんなに前じゃないんだね。その後にコロナが流行ったから、そうコロナ前、そっと僕が帰れなくなったからね。そうそうそう、帰れなくなっちゃったんですよね。帰れなくなったんですからね。そうそうそうまあだからその時にまあそうよ、2019年ちょうど。でそれからパラグアイフェスティバルもこう密になるからって、うん、あの実施されてないんですよ。そうなんですか。だから本来だったら、まあ、確かに今の時期だもんね。そう、光が丘に2万人来たらね、うん、それは密になりますわ。携帯落ちた、携帯落ちた、すいません、すいません。そうなんですよ。あまりにもね、衝撃で。だまあ2年間中止になって、まあ、来年はね、ぜひ開催してほしい。もうそうでしょうね。あのコロナの方もね、うん、日本はもうなんか、なんでかわかんないけど。なんでかわからない。ね、はい、なんだっけ、エラーカスタ、カタロ、ん？なんですか。エラーカタ、横文字ですね。あとで思い出したら言います。わかりました。これだけ思い出すために行くずっと今日は。わかりました。じゃあそこ思い出した。あ、思い出した。カタストロフ、エラーカタストロフの限界っていう、あ、
そういう細菌が自分をこう増やしていくのに、コピーをするのに、その実際の核をエラーでコピーしてしまって発症しなくなってしまうっていう、すごい、そんな現象が、そういうのがその病原体にあるらしいです。カタストロフっていうのはその崩壊みたいな感じでしょ、エラーカタストロフの限界っていうので亡くなってるんじゃないかという説が諸説ございますので、はい、いやなんか本当めんどくさい、ね、ことになりましたよね。考えてもわからない、うん、まあそういうことなんですけどじゃあまあ、レイボさん、はい、実際にその憧れるというか、はい、ずっとこう愛してやまなかったパラグアイに実際行ってみて、はい、の写真これからちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、実際どうだったんですかね、はい、行ってみて。え、また行きたいです。また行きたい、はい、また行きたいし、うん、何か今度は形にしたいって思ってます。形にしたい、はい、じゃあ今このね写真が実際にこう紹介されてますけれども、はい、これはどういう写真ですかね。これはパラグアイの道ですね、うん、パラグアイの道まあ、まずは舗装されてますよっていう、ね、そうで道路がまずこれ舗装されてたりとかするんですけど、ほとんどが結構赤い道だったんですよね、うん、赤い土だったりとかね、あとは土舗装されてないってことですね、うん、はい、あと石畳だったりするんですよね、はい、さっきパラグアイは日本よりも大きい、僕って本当イメージで村ぐらいに思ってたんですよ、はい、パラグアイってお願いしますねでこれはそのパラグアイのどの辺でございますか。あ、これ全然どこだか分かんないな。でもアスンシオンかな。はい、アスンシオンって、まあ、首都ですね。首都は何て言ってますか。アスンシオン、アスンシオン、はい、はい、すごい名前ですよね、はい、アスンシオンね、うん、はい、アスンションの、まあ、道ですか。はい、私あの茶道とかも好きなのでまず道を出したいなって思ったんですね、これ。なるほど、道をまず、全ては道から始まる、道から始まるというところで、まあ、こういうのがあの多くの道なんだけれどもというところで、ちょっとまずこの写真を載せさせていただきました。車が写ってますけど、はい、どっち側通行ですか。で、日本と逆ですね、左側通行、はい、全然わかんないことばっかりなんで、はいはい、でこんな感じ。あ、赤いんですね、赤い土で、ね、なんかねこの赤土がすごく、まあ、なんか元気になる気がしてね。そうですね、まあ、あの前回もちょっとお話したかもしれないんですけど、はい、テラロッサと言われるこれ土なんですね、まあ、すごく養分があってこう農業のに適してると言いますか、道路用にこう持ってきたものではなくて、ないの、もう全部、はい、もともとがこの、うん、すごく養分を持ってる、固めてるわけです、ね、はい、赤土で、うん、雨が降ったらぐちゃぐちゃになるのか。それがぐちゃぐちゃになるんだよ、はい、だからもう学校に行くときに子供らは裸足で、うん、あの、そっか、登校しないともうぐちゃぐちゃでも入らない。それからあと白い T シャツとか白い服、はい、白い靴下は、うん、履けない、もうこのすぐ汚れちゃう、すぐ汚れちゃうということで、なかなか白はね着ないですね。いや、なんか俺も懐かしいな。これいいでしょ。いいね、いいね、この写真いいでしょ。これ多分コルメナとかあっちの方かなと思います。ちょっと田舎ですね、はい、アスンションの、うん、近いけどね、はいはい、こんな感じで、まあ、あの案内していただいたジョニーさんかな、ジョニーさん、はい、はい、まあ、こういう大きい車じゃないとああいうところは、あのこの方は日系人の方。そうです、日系の方ですね。ジョニーさん2世だっけ。2世かな、うん、そういい人だよね、うん、かっこいい、日本語も上手だしね。そうです、うん、日本語上手、はい、全然私スペイン語話せないので全部通訳してもらって。あ、じゃあ日本語もスペイン語ももうグアラニ語も、はい、え、な、何語。グアラニ語、グアラニ語、現地の、はい、現地の言葉があるな、うん、ちょっと載せてみました。あの案内、道を案内してくれた人なので。なるほど、はい、いい人ですよね。そうです、これで宣伝になればいいな。ガイドを仕事にしていらっしゃるわけではないんですか。そうですね、そういうことなんですか。それもしつつ今はあのパラグアイの土壌とかあの農薬とか使わなくても済むようなそういうものも今実験で。土壌というのは土壌が出てきてこんにちはではなくて、じゃなくて地面の方ですね。地面の方ですね。土壌開発とかもちょっとやったりとかしてるので、定期的に連絡取って状況を確認したりしてます今でも。そうなんですね、はい、ジョニーさん、ジョニーさん、じゃあパラグアイに行ったらジョニーさん、ジョニーさん、パラグアイの案内はジョニーさん、ジョニーさん。三浦和義とかも、ね、案内したって言ってましたね。そういえば、あ、そうですね、はい、ああのキングカズ、キングカズ、はい、あ、間違えた、カズじゃなくてあの人だ。誰ですか。武田、武田失礼しました。武田さんね、私ね一緒になっちゃう、まあまあまあ、似たような名前です。武田さんはね、パラグアイの人ですよね、はい、パラグアイにあのサッカー留学で来てたんですよね。そう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 、ベルマレ平塚かなんか、うんうんうん、あ、そうなんですね、あって、はい、
まあ、今似たようなもんって言ってしまいましたけど、サッカーファンに怒られてしまいました、ね、失礼しました。カズさんはブラジルですね。ブラジルですよね。はい、僕はブラジルで三浦そのキングカズとお兄さんのヤシトシさんが、はいはい、とお父様と一緒に家族でやられてるあのお好み焼き屋のマネージャーをやってました。そうなんですか。ブラジル時代さっきからびっくりするすいろいろリンクしますね、はい、面白いな。はい、ヤシさんカズさん、いやちょっとその、はい、星野道夫さんもちょっとびっくりなんですけど、まあ、はい、後でこれははい、はい、キングカズとヤスさんのね、あのお好み焼き屋はね、ネタは数々、値段ヤスヤスっていうカズとヤスにかけたね、はい、キャッチコピーでやってましたけどね。ジョニーさんだけがずっと言ってますけど、ね、すいません、まさかこんな風にね、はい、あ、こんな感じでですね、パラグアイの道路にはなんかこう団らんみたいなものが家族で、これ日本だったら捕まれた、これはダメですよ、道路法違反で。昔昭和30年代の日本みたいな感じですね。あ、でもそんな感じ で、 あ、そうですか。なんですかね、あの、うん、温かさを感じるんですよ ね、 ああ、そうですね、行くと、うん、みんな仲良くしてるような感じがあって、そして挨拶してくれたりとか、あ、なるほど、あの知らない私にもこうオラって、うん、オラオラオラとか言ってくれて、オラついてるわけですね、はい、オラついてるあの、ごめんなさい、基本的な質問なんですけど、年中あったかいの？冬もあるの？あのね、四季があるんですよ、ちゃんと、うん、あるんですね。全く日本と同じで、春夏秋冬があります。そうなんですね、うん、じゃあ冬は寒いんですね。冬は寒い、だいたい2度ぐらいまで。あ、それ霜がちゃんと降りたりするし霜もちゃんと降りるっていう、はい、だから暑いってイメージがすごくあるんですけど。あ、そうですか、はい、寒気浮きとかではなくてちゃんと四季があるんですね。四季があるんですね、はい、今ちょうどこれ初夏です。あ、そうそうそうね、はい、これから12月だとめちゃめちゃ暑くなる、40度になって真夏のクリスマスになって。なるほど、そうか、反対側だから、はいはい、でサンタクロースの衣装を着てプレゼントのなんかデパートのチラシを配る子たちはめちゃめちゃ暑い、暑いよね、そうですね、40度の中サンタの衣装を着てチラシを配らなきゃいけないっていうね、はい、面白いな、はい、意識があるんですよ。いや、嬉しいなこれはマーケットメルカドかな、これは。これはですね、はい、あの、まあ、パラグアイの人たちってあのお茶を飲む文化で回し飲みをする、うん、マテ茶っていう、あの、あ、飲むサラダです、はいはい、食べるサラダ、はい、飲むサラダです、食べるサラダは食べちゃうもんね。あの、それでこれ薬草のマーケットですね。へ、あ、そうなんだ、うん、でその一番この端っこの方にこうつく棒があるとも見えると思うんですけど、あ、見えますね、棒が、はい、そこにこう、まあ、キネとウスみたいな感じで生の薬草をそこで潰して、はあはあ、何ですかね、ガソリンスタンドみたいな感じでこう、はあ、今日はじゃあこれを飲みますみたいな感じで購入して、でみんな車の中で飲むみたいな、うん、なんかそこにも結構感動しましたね。なんかあの、あんまり野菜を食べない国って聞いてるんですけど、はい、まあ、こういうものがあるから、なるほど、食べなくても肉ばっか食べてますから、うん、お肉ばっかりでこう、うん、そのいわゆるあれを取るんですね、うんうん、なんだと思うんですよね。だからちょっと薬草にも私ハーブとか興味があって、ね、パラグアイのそのなんかお茶にね興味があるぐらいだから、そういうのちょっと見てきたというところですね。マーケットでちょっとすみません、僕本当思いつき質問ばっかりなんですけど、うん、これあの貨幣単位は何ですか、パラグアイは。ガラニー、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 わからない、ガラニー、ガラニー、はい、1ガラニーは何、1ガラニーっていうのはちょっと待って、1000ガラニーが約20円です、うん、1000ガラニーが20円、はい、インフレでございますね、はい。だから僕が最初パラグアイに移住した時に、はい、あの月給は100万ガラニーって言われて、おー、100万ガラニー、100万ももらえるのって言ったら2万円なるほど月給ね、まあまあ物価も安いんですけど、その100万ガラニー2万円あると暮らしてはいける、まあまあまあなんとなくは、はい、暮らしてはいけますね。まあ僕が住んでるとか田舎っていうのもちょっとあるんですけれども、なるほどね、ガラニーね、ガラニーですね、はい、1000ガラニーが約20円。お茶とかは何ガラニーぐらいですか。これだって1000ガラニーぐらい、20円とか多分30円ぐらいで多分売ってると思いますね。はい、なるほどね。いやでもこんなね売り方をしているのが、うん、これはその薬草のところで出会ったおばあちゃんなんですけど、はい、なんかちょっと魔女っぽかったので撮ってみました。レコさんの方がよっぽど魔女っぽいです。本当ですか。なんか私薬草に興味があるので、なんかいつかパラグアイとこうつながったらいいな、薬草が、なんて思ったりとかしつつ、なんかちょっとこのおばあちゃんの写真も見せてみたかったので。ピンクでいいじゃないですか、ね、いい顔してますね。なんか話しかけてきてくれて、向こうから、はい、かけてるポシェットがすごく南米チックだね、はい、そうですね。なんだろう、この現地の人とやっぱり若干洋風な感じもするんで、どうしてもこのいわゆるその昔の歴史的に言うとこう根血というか、まあ基本的に移民の国なんですよね。あ、そうかそうか、もともとね、はい、
なるほどなるほど。まあ、あとはスペインから独立方、うん、あのもともとはスペインの、うん、からの国なので、はい、にやられちゃったわけですからね。ね、女性が多いですね。そうですね、女性が多いし。女性の国っていう感じが結構する。うん、あ、まあ、うん、ほら、うん、この前も話したけど、ほら、うん、戦争でもって8割男死にましたからね。うんはい、かつて。そう、あ、なるほどね。うんうん、これ今車を映ってたけど、やっぱ日本車とか多いんですか？日本車も結構多いです。うん、やっぱそうですね。はい、これは。これはね、あの、うん、テレですかね、ボンビージャーとガンパっていうものなんですけど、全く今何何何わかんない。これ私わかんない。まあ、ストローとこう、うん、入れ物です、ね。入れ物。このお茶をこしたあのお茶っ葉をこの下のあれに入れるんですよ。あ、お茶なんですねこれ。はい。はい、でそれにこうボンビージャーと呼ばれるストローを刺すと、うんうん、こうストローの下にはまあ穴みたいなのが開いていて、うんうんうん、こうお茶っ葉が入ってこないっていうようなこうストローなんですよ。ああ、お茶っ葉はこのなんだろう、あ。止めて、そう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 、お茶だけが上がってくる、お茶だけが、はい、水滴だけが上がってくるというような形で、これをね回し飲みするんですよこの国は、うん、ストローを、はい、いやもうこれもう今の時期はね多分もうダメでしょ、ないと思うんですけど、みんなで回し飲むっていう、なんかでもその茶道で言うならば回し飲みするからお茶も、あ、そうか、だからそうか、そうですね、まあなんかそういう、まあ、でも器にこうは分かるけど、ストローを回し飲みって、ね、なかなか、まあ、なかなかね、これ一応親睦を深めるためにとか、うん、みんなファミリーなんだよっていうようなね、親睦深まっちゃいますね。そうなんですよね。必ず あるんですよね、その、はい、この時お茶の時間っていうのが、仕事の中でもお昼があってテレレの時間が午前、はい、まあ、だから10時と3時のおやつみたいな、うん、あの時間がありまして、1日回し飲む、例えば鈴木さんの次だったらいいですけど、はい、一番さんの次とかだったらそれないそれないね、だからまあ並ぶ順番は結構重要かもしれないですね。じゃあ俺こういつも、ね、狙ったりなんかしちゃってねあるかもしれないですね。でまああの飲む4人とか5人で回し飲みするんですけど、はい、まあ一番その中で若い子だったりとか、まあ一番の新、例えば会社だったら新人の子がこうやってすぐ係をするんですよ。なるほど、やっぱそういうのがあるんですね。でずっとこう飲んで回していって、うんうん、でごちそうさまって言ったら終わりなんです、うんうん、その人にはもう次は回ってこない、うん、ああなるほどなるほど、うん、俺のお茶が飲めねえのかとかそういうのないんですね。だからごちそうさまって言わない限り永遠に回ってくるんです。わんこそばみ、わんこそばのそばみたいな感じになってる。そう、この文化は面白いですね。でも僕ね、これ日本にはもう一応持ってて、もうほぼ毎日飲んでます。はい、好き、おいしいですね。マテ茶ね。マテ茶。名前は知ってますけどね。そういう文化ですね。そういう文化があるんですね。はい。お、これは。これは多分ですけど、土壌。土壌合ってますかね。これはこの土壌は土壌が出てきてこんにちはの土壌。そう、土壌ですね。あれ土壌かな、ちょっとなんかでもね、とにかく魚のスープが食べれてものすごく美味しかったので、ちょっと映してみたんですけ ど, あのナマズ、あ、ナマズかな、ナマズ、はい、ナマズはよく結構ね、あ、そう、ナマズ、ナマズ、まあ土壌は日本でもね、うん、食べますよね、ナマズ、ナマズ、うん、ナマズですよ、ナマズのスープって聞いて、ナマズは日本でも食べるかもしれないけど、あんまりポピュラーではない、はい、あの海がない国じゃないですか、さっきの地図で、まあ川があってリアルジャングルクルーズみたいで、みんな一家に一台ぐらいボート持ってるんですよ。なるほど。で釣りに行って、沼みたいな、沼とか川に、はい、釣りに行ってこう、まあ、ナマズ釣ってきて、うん、それをスープにしたり、あのタルタルソースでフライにして、うんうん、ナマズバーガーにして、そうそう、食べたりとかね、うん、まあ、なんか美味しそうっちゃ美味しそうですね。すごく美味しかったんですよね。これはパンとなんか柑橘系みたいなのが、レモン、レモンですね、ライムなんかね、はい、かけて食べた気がします。本当に美味しいんですか？本当に美味しかったです。あ、はい、あの生臭くなんか土臭いじゃないですか、なんかそういうイメージがありますね、うん、全然でした。ちょっと怖かったんですけど、あ、なるほどね、ポイとかも結構釣って食べるんだけど、うん、ポイとかも全然あの臭くないんですよ、うん、日本だとすごく臭いって言って、ね、なんでだろう、ね、川魚というかね、そうそう、そういうイメージがありますよ ね、自分も最初そうだったんですけど、本当不思議。そのお肉もちょっとここには載せてないんですけど、はい、牛肉もすごく美味しいんですよね、うん、あの土臭いっていうか、ちょっと牛肉癖がある牛肉とかあったりすると思うんですけど、はい、パラグアイのお肉ってすごく美味しいですね、はい、本当に美味しい。基本岩塩だけしか味付けてないんですけど、あのブラジルとかあっちの方って なんとかかんとかって、あ、そう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 、あれこっちにもあるんですか？同じ、同じです、同じ、同じ、はい、同じような感じです。いや、本当美味しいですよね。美味しい、へえ、ございますね、うん、はい、これもう夏だ、はい、ね、これは腕が出てますからね。あ、これは拾ったマンゴーです。マンゴー、拾ったマンゴー、拾ったマンゴーね。でも食べきれなかったんですけど、あの、これ拾ったってことは、え、落ちてるんですよ。マンゴーが。
至る所に。そう、日本だとマンゴーって結構高いじゃないですか。高いです、高いですよ。何個で3000円とかぐらいするじゃないですか。まあ、うちの庭にも生えてますけど、マンゴーって普通にね、ポピュラーで。へぇー。あ、美味しいんですか、甘いの。美味しい。美味しい。で、マンゴーって、ウルシカなんですね。そうですね、かぶれる人とかいますね。はい、だから、マンゴー大好きな人が、日本じゃこんなに食えないからって言って、パラグアイに来て、めっちゃ食って、顔が普通の人間の8倍ぐらいに膨れて、帰ってった人がいました。8倍ですか。多分もう、これは種どうも。唇。お化けの9太郎みたいな感じ。唇、なんていうの、漆で負けちゃってって言うんですか。ああ、そうか、はい、まあなるほどね。食べ過ぎ注意ですね、うん、食べ過ぎ注意、はい、手には入るね。手には入るから、まあお腹が空いたら食べられるみたいなね、うん、なんかもうその辺に落ちてるの取ってくる、そうそうそう、そう、はい、めっちゃ美味しいです。面白い、うん、ね、こっちでいうイチョウとかイチョウなみたいな感じですね、うん、いっぱいどこにでも落ちてるっていうか。ああ、はい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 、ポロポロ落ちてると、はあ、いいですね。お、結構都会だ。そうなんですよ、これ泊まったホテルの屋上から撮っている写真なんですけど、意外にビルがね、うん、あるアスンシオンなんですけど、高いビルがあって。あ、そうなんですね。そうなんです。ちゃんとこういう、うん、言っちゃなんだけど、こう近代的なビルも持ってるのね。そうなんです。だったら道路を舗装しろよとかって思う確かにね、ぐちゃぐちゃになるとこじゃなくてね、うん、こんな技術があるんだったらと思いますけれども。綺麗だね、綺麗綺麗。これは朝の写真なんですけど、このなんだろう、空の青の青さが、うん、はい、やっぱ日本の青さとちょっと違うなっていう風に思っていて、異様に青いですね。異様に青い、異様に青い。あれは赤土だから青く見えるのか何なんだろうなと思ってそんな地面が空の色に影響するのかわかんないですけど、すごく青いなって思うんですよね。やっぱりこう大気なのかな、うん、かもしれない、ね、うん、まあ、まあ空気が澄んでるっていうのはあるでしょうね、うん、まあ、見てみたいですね、はい、実際にね、このね空の青さはね忘れられない、うん、うん、ぐらい青かった、うん、これやっぱタワマン、これはこれ何だったんですかねこれ今ねタワマンみたいなのもできつつあるみたいですね、うん、ちょびちょびできてて、はい、貧富の差みたいなのあるんですか。いや結構めちゃめちゃ、うん、それはどういう方がお金持ちになる。基本的には農業の国、まあ、この首都はちょっと別ですけど、はい、基本パラグアイって農業国、農業国で、はいはいはい、まあ、だから農業をやってて、うん、それなりにやっぱね土地を持ってるっていう、うん、なるほどなるほど、あ、多いですね。来たのは牧場の人がやっぱり牛を飼ってる人が一番お金持ちだっていう感じで聞いてます。はいはい、そうなんですね。で、それなぜかっていうと農業の場合って、うん、豊作の年もあれば不作の年もあるわけですよ。で、まあ、や、だいたい年に1回とか2回ね、うんうん、のあれで決まるもんですから、はい、そのいい時はいいけど、うん、悪い時は悪いっていうのもあるんだけど、どこの牧場経営って大体こう、うん、牛が今年はダメだったとか多分ないよね、うん、から今年の牛は良くなかったとか多分ないから確かに、はい、なんでこう牧場やってる方とか、あの養鶏場やってる方ね、はい、鳥をやってる方とかは、うん、結構ねお金持ってる人が多いという話はよく聞きますね。なるほど。まあ、僕は自衛隊出身だからなんですけど、うん、軍隊とかは あります、うん、あります。これ徴兵とかはないんですか。徴兵とかもね、あるんですか。はい、そのなんかそんな厳しくは ないんだけどね。へー、うん、あるのはあるみたいですね。さすが、そうなんですね、はい、なるほど、うん、写真って、うん、お、あ、これは朝の写真です。朝の写真、街ですね、結構ね。アスンシオンでしょ、これ。アスンシオンなんですけど、木がいっぱい生えていて、うんうん、朝の鳥の声が尋常じゃないぐらいな鳥の鳴き声、鳥の鳴き声で起きる、本当に鳥の鳴き声で目が覚めるぐらい、なんですかね、こんなに都会なのにすごいんですよね、うん、鳴き声が。なんか私はそういうところにちょっと感動しちゃうので、ちょっとこれを出してみたんですけど、なんでしょう、日本だとちっちゃい鳥が鳴き始めて、うん、だんだんほらカラスが起きてきて、こうなってくるじゃないですか。これ何ですか。全体からブワーって聞こえてきますよ。全体から鳥の声が。はい。すげえな。すごいびっくりしたんですよね。まあ音はちょっと取れなかったので。あれ、これ朝日ですと。はい。まあ、夕日より朝日の方がパラグアイは綺麗ってよく言うんですよね。あ、なるほどですね。はい、いや。なんか日本的な感覚でいうと、この地面にこう言うと、なんか夕日が沈んでいく感じがね、はい、ありますけども。こっちはなんか上がってる感じなんじゃないですかね。自分もあの首都に行ったことが実はあんまりなくて、あ、そうそうそう、じゃあちょうどいいですね、はい、今日はそうそうそう、勉強になります、ね、ということは沢村さんがいたのは日本でいうとどんな感じのところですか。僕はまあ
ものすごい田舎の農家みたいな、それこそ東北の福島とか、うんうん、宮城とか、本当そういう感じですよね。なるほどね、はい、宮城の方どうもすみません、すみません、バカにしたわけではなくてとてもいいところですよ、うん、いいなるほど、文化的なところなんですね、文化的なところがいいなとか、なるほどですね、まあ、こうマリア様の国だったなと思って、そうですね、結局スペイン人が持ち込んだわけですね、うんうん、はい、カトリックの国ですよね、カトリックなんだ、はい、はーはー、ということはミドルネームを持ってるんですね、うん、そうですね、なんかちょうど行った時が12月8日8日だったので、ほうほうほう、まあ、マリア様のなんか昇天された日みたいなお祝いを結構やってたりとかして、なるほど、ね、面白かったですね、綺麗なもんですね、うん、これは教会ですか、教会の写真ですね、大きい教会がある、大きい教会でした、どこだかわかんないですね、でもあの教会にはすごくやっぱカトリックの国なので、うん、お金かけるんですね、あ、なるほど、はい、いい教会がありますよね、ここでもテレレをみんなで回し飲みしてもうこれはアスンシオンからなんだっけな、あの隣の、うん、とグアラニー族たちが住む場所に船で渡って行きました、はいはい、原住民の人たち、はい、原住民の人たちに会いに、先住民族という、うん、まあ、俗にインディオ、うん、インディオの人たちに会いに行くためにあのボートに乗り継いで、いきなり矢で撃たれたりとかそういうことはないですか、うん、そんなことなくて、はい、大丈夫です、こんなんでいくわけ、そう、結構これ危険みたいですね、危険、こういうクルーズはそれいわゆるなんか旅行みたいな企画もので行くんですか、それでもチャーターで、あ、これはジョニーさんが、はい、全部案内してくれたので、手配をしてくれたんですか、そう、手配はそうですね、ある時間になるとこう、あ、渡し船みたいな感じだ、あ、そういうことなんだ、うんうん、でこれに乗ってそのインディオのところに行って、はい、こんにちはってやる、そうです、そうです、う、まあ、それもねジョニーさんのおかげですよね、でこんな感じの船で、あ、中はこんなんですね、はい、へえ、うん、そのい渡って何をして帰ってきたんですか、あ、インディオ、あ、あとね、小学校に行きたくて行ってきたんですよね、学校ですか、そうなんですよ、こんな感じでちょっと3人で、そう、写真見てるとなんか私行くの怖いわ、大丈夫だよみたいな感じ見えますけど大丈夫だよって、いや私パラグアイがねとかってずっと語っていたんですね、パラグアイ、はい、愛をパラグアイで赤い服着て、はい、うん、語ってきましたいい、ね、ジョニーさんと、ジョニーさんと渡辺くんっていう、渡辺さんですか、こっちの人は、はい、ジョニー渡辺ね、あ、2人とも渡辺ですね、そしたら、あ、そうそうそう、ジョニーさんの名字も渡辺です、この男の子も渡辺です、なるほど、はい、なるほどね、じゃあその渡った写真、あ、こんな感じ、自分の記念写真みたいになってますけど、いい、あんな感じの船ですね、なるほど、これでも、うん、え、足濡らしながら降りてくるの、あそこにね、渡り廊下みたいなのがあるんだ、桟橋があるんですね、はい、なるほど、うん、そして渡っていくとこんな感じで小学校があって、偶然にも卒業式に参加することができたんです、12月がね、年度末なんです、終わりなんですよ、1年の、あ、そうかそうか、もういわゆる綺麗に1年で終わるんですね、はい、日本ってなんか1学期、2学期、3学期みたいな感じですから、はいはいはい、あのパラグアイで前期後期って、あ、そうか、そういうことも分かんなくって、はい、たまたま行ったら卒業式で一緒に参加していいよって言ってくれて、で卒業式の歌聞いたりとか、いいですね、制服も可愛いですね、可愛いね、うん、でもね、このやっぱ貧富の差で結構貧しい地域のあの学校みたいで、はい、まあ、こうやって制服を着てる子で学校に来てる子たちは裕福な方だって言っていて、まあ、来れない子だったりとか、だいたい小学校までで、次はお家を継ぐみたいな子が多いらしい、学校に、次の学校に行く人はまだこの小学校では誰もいないって言ってました、上の方には行かない、うん、まあ、とっても貧しい、だからこの子とかはね、あの、よ、これなんかめっちゃ気に入ってる写真じゃないの、そうなの、私ね、もうこの子がね、もうこの子に会いに行きたいのめっちゃ気に入ってるって、この来月のゲストはって紹介する写真、ね、いつもこの写真見せてるの、誰かに、この時の写真ですね、だってまず学校の服着てなくって、私に緊張しながらこう震えながら来てくれたわけですよ、この子が、だからこうやって近づくとうーってちょっと怖い人みたいな感じで、まあ、あ、でそうか、日本人とかもあんまりその、そう、握手してとかってこっちからこうやって、なるほど、なんかプロフィール写真もこれだったよね、ほらとかって言って、すごい緊張してるじゃないですか、なんか今からなんかあのレスリングの試合開始の握手みたいですね
今から試合するのかみたいな。もうね、私これあのバンクシーの写真分かり、あの看護師さんのヒーローに向けての看護師のね写真があるんですけど、はい、絵があるんですけど、その男の子にそっくりで、私は看護師だから20年間看護師頑張ってやってきたから、なんかねその絵とこの少年が重なるんですよ。でなんかこう何とも言えない気持ちになってまたこの子に会いに行きたいっていう、国際交流はこの子としたいっていう。兄行ったらもう制作があってひげがあって、で記憶にないみたいな、ね、いいんです、それでいいんです。なるほどね、はい、はあ、待ってこれ3枚、あそうそう、こんな感じでなんか一応ねあの挨拶もさせてもらって、あ、あれですか、スペイン語の方はおしゃべりになるできないので、はい、通訳してもらって、まあ、この校長先生といっぱいお話ししたんですけれども、なんかね、まあ、こういうものを持ってきてもらうのも嬉しいけれども、そういうものとかじゃなくって、あなたみたいなこう何違う国の人とかが、うん、この子たちと会ってくれることがすごく大事だって、あの、まあ、文化を教えてくれたりとか、まあ、そういう機会が本当にパラグアイってないから、うん、なかなかね、特にこういう、こういうっていうのはすごい失礼だけど、うん、ところってなかなかね、いけないですからね。いや私はねそれをやりたいって思っていて、この校長先生が素晴らしくって、まあ、卒業式の時にどういうスピーチをするのかっていうのを隣で訳してもらいながら聞いてたんですけど、まあ日本あんまり自分たちの国の文化のことを伝えたりしないじゃないですか、卒業式とかに、はい、でもここの先生はその三国戦争のことだったりとか、うん、この小学校っていうのはあの、まあ、洪水ですごく半年間ぐらいずっとやってなかったところみたいなんですけど、あのこんなに卒業できてもう皆さんが卒業できて嬉しいっていうことで、もうみんなの前でワンワン泣いて、あの子供たち一人一人ハグしてて、なんかとってとても温かい卒業式だったんですよね。弱そう、弱いでしょ。弱い。分かる分かる。どうしてってね、結構日本と比べちゃったんですよ。まあ、なるほどね。比べてしまいますよね。日本はこう軍隊みたいにこう練習を何度も重ねてやってるのと、何を大事にするかっていうところはちょっと違っていたので。なるほどね。うん、感じで。あ、これは。これなんで載せたんだろう。これはね、コルメナの、うん、あの。日本の方の多分そこの辺の開拓をされた方なんです。なんでこれ載せたんだろう。ラコルメナイジューチって日本人が初めて最初に入植した場所があるんですけど、はいはいはい、うん、多分はいそこの先駆者ですね。先駆者、そうそう、先駆者っていうフロンティアスピリットって言葉が好きで、うん、なるほどなるほど。なんかそれで写したんでしょうね、きっとね。そういう人たちがいるっていうところで、はいはいはい、あの。開拓民とかに実は興味があって行ってきたっていうのもあります。その調べていけば行くほど日本人の人たちがいるってことが分かってきて、移民との歴史がまだ浅いから、うん、まだその移住して開拓されたおじいちゃんとかがまだ、うん、あの生きてらっしゃる方だ、で要するに生の声が聞こえるって、そうなんですね、聞きましたありますからね、うん、自分もそれにどん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 こうハマっていく、そうですよね、はい、そこですよね、そこがあるの、実際にこう開拓された方の手とかをこう触れるとハッと思いました、ね、なるほど、はい、これは何ですか、これは何かのやっぱりこれもあのそういうなんていうの、なんとか碑なんとか碑慰霊ですね、開拓民たちのこうそういう慰霊碑みたいなものですね。そうなんだ、はい、へ、全然違ってたらすいません。でも日本語じゃないですか。あ、日本語学校にも行ってきました。コルメナの日本語学校ね、はい、うん、まあ、各移住地に日本学校がやっぱりある、うん、あるんですよね、はい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 、やっぱり日本の文化や日本の言葉っていうのを、うん、まあ、後世にも、ね、伝えていきたいっていう、ね、そうですね、なんか私がこのパラグアイ面白いなって思ったのは、地球の日本の真裏にこういうことを伝えている場所があるっていうところに面白さを感じていて、うんうん、全く同じ、僕も全くその感覚です、ね、本当そうなんですよ、はい、ね、僕もそれのお手伝いをしたいなっていうことで学校の先生やらせてもらってしてましたけど、ね、いいですね、これ日本人の民族的な優秀さを日本語を通して学ぶなんて、いやそれ面白いですよね、最高だな、いいね、なんかね、それでパラグアイに行って日本が好きになったんですよ、私。わかります、このなんかパラグアイも大好きだけど、それを教えてくれたパラグアイが大好きだし、日本のなんかそれが紡がれているその姿をそこで見て、日本もすごいなって思うようになった。いや、今日一いい話だな、それ来るな、本当ですか、素晴らしいですね、なんかね、こんな感じであの向こうの先生とお話しさせてもらったりとか、結構日本について語ったりとか、こういう時間が、まあ、ますますこう向こうで日本のことを知るっていうね、なんとも言えない
大事にしてる思いだったりとかを聞いて帰ってきたんですけれども、素晴らしいことですね、これすごくなんか内容の濃い1週間じゃないですか。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、やっぱり日にちじゃないですよ。佐村さんは若干に1週間しか1週間しかってずっと使ってますけど、これは素晴らしいですよ、この1週間は。いや本当本当めっちゃ計画的に素晴らしい。いや改めてね、今日話を聞かせて、本当にあの1週間80周年記念碑、そうですね、ここ眞子さまも行ったみたいなんですけどね、うん、ここであのみんなで写真撮ってきて、はい、眞子様が来た時、僕あのスタッフやってたんです。あ、本当ですか。駐車場係その僕です。すごい、そうなんどこにでもいますね。どこにでもいます、はい、うん、あ、これが、エレナさんので、あ、はい、あの日系の会社に一世になるのかな、はい、でこの人に会いたくて行ってきてお話聞いてきて、はあはあ、あの福島から、はいはい、船に乗ってでコルメナに行ったっていう。船で3歳の時に福島に出て、でなんかその船の記憶とかもあるからお話ししていただいたりとかして、結果的にパラグアイに行って日本の話を聞いてきてるっていう。なるほどなるほど。そうなんです。飛行機で48時間だっけ、まあ、そうかかるのに船で行ったら何ヶ月って。3ヶ月、うん、船で、はい、で特に海がない国で行くので、アルゼンチンのベノスアイレスまでは海で、うん、そこから今度川を渡ってあのウルグアイとか。いすごいことですよね、はい、本当にあのブラジルやアルゼンチン行くよりパラグアイに行く移民の方ってすごく大変だったみたいですね、うん、しかもユートピアだと思って行ってますからね。あ、そうですね、大体そうですよ ね、 ね、もうみんなそうですよね、騙されて、ね、まあ、そういう言い方ね、あれですけど、そういう形がですね。あとこれは向こう の、 その日系の方の農家、どういうふうに農業をやられてるのかとかお話を聞いてきたりとか。果物やられてる方じゃないですか。はい、ね、そうですそうです。笑顔じゃないですか、ね、楽しかったですね、はい、結果的に全部日本の文化を向こうで知ってきたっていうこの一日は。素晴らしいですよ。でもね、これはなんかブドウの木ですね。ブドウなんだ、うん、ブドウがなってたりとか。本当に私が行ったコルメナっていうところは結構小農地区ですよね、うん、小さい、まあ、日本の農家みたいな感じのところが多いですし、一番さんがいるイグアスはもう大きなもう大農園みたいなところがあって、コルメナ結構こう果物やられてる方が多くて、ブドウなんかも作っててワイン作ったりとかもしてね、うん、あ、そうなんですね、はい、美味しいです、ね、まあ、四季があるんだったらそれこそね、うん、何でもまあやれますよね、うん、はい、そろそろですね、はい、もう締めに入んないと、はい、本当だ、あっという間、あっという間。これは日本の女性が向こうで、あの、何ですか、木のね、はいはいはい、パロサン パロサント、聖なる木っていうのがあって、それで木工製品を作ってるんですけど、はい、やっぱり日本の方が入ることで、研ぎ澄まされた美しさになっていることに、また私はびっくりして。これいい匂いがするんだよね、パロサントの。この女性の方は日本人で、向こうで、いわゆるこうお仕事されてるんです、はい、日本から移住した方だよね、うんうん、僕みたいな形で。なるほどね、そうですね、はい、へー、なんかそうですね、こういう感じで、地球についてお話を聞いてきたりとか、あの今どれだけこう牧場でこう失われてきちゃってるんだよっていう話を聞いたりとか、こういうなんかブリーフィングというか、こういう あれをやってくれるんだ。あ、そうですね、話を聞いて、やっぱり牧場にしたいから、みんな。なるほど、うん、まあ、森林伐採とかの話をちょっと聞いてきました、ね、まあ、これはまあ何とも言えませんけどね、で、まあ、交流会してきましたって言って、そんなもんかな、はい、いいですね、はい、あ、可愛らしい、これ、ね、これニャンドゥッティ、あ、これ今今日つけてるんですけど、はいはい、あの蜘蛛の巣をイメージしてるんですけど、あの白いやつとかの多分1年くらいかかって作ってるんじゃないかな。これ素材は何ですか。あれね、ミシン糸みたいです。ミシン糸と、一個一個全部が手作りだから、うん、全部オリジナルだね、すごいんですこれ、ね、本当に、はい、あと2分でございます、はい、はい、どうしたらいいですか。どうし、まあ、とりあえず先に来週のゲストを、ね、紹介しといて、はい、来月ですね、あ、来月か、来週じゃない、はい、すいません、来月のゲスト、はい、はい、このお二方をね、誰か誰か紹介して、誰も誰かじゃない、レイコさんが紹介してもらったんだはい、今度はあの、うん、もうちょっと長くいた方で、うん、海外青年協力隊 で、 あ、いいで、はい、ご夫婦なんですけど、うん、はいはい、あと奥様の方がパラグアイに派遣されていて、うん、で旦那様の方があのペルーという
同じ南米に派遣されていて、一、人はあの奥様のが看護師さんかな、はい、で旦那様のが野球指導っていう、あ、そっちの派遣、ね、はい、ね、あの職種で行かれてて、はい、まあ、南米のことですごくこの方ともこの前会わせていただいたんですけど、今日本にいらっしゃる、はい、今日本に帰国しております。あ、まあ、日本にいるから、はい、ね、これね、そこにね、はい、とてもあのパラグアイのことを愛してくれてるので、ぜひ出てくれたいなと思って来ました、はいはい、ということで残り1分でございますよ、はい、なんかもう最後に、はい、最後に、はい、今日こんな機会いただいてありがとうございます。いや、でも本当にあっという間でしたね、うん、本当ですか、楽しかった、はい、はい、また今日も、まあ、勉強になりました、僕も。本当ですか、はい、また一つこう南米のあれが知識が入りました。嬉しい、はい、それがやっぱり、ね、いいんだよね。そうなんです、なんかどっちの国も好きなんですよね。あ、いいことですね、うん、じゃあ、はい、まあ、将来的にはまた向こうに行かれるということですね、うん、はい、また僕も機会があったら行きたいな。いや、ぜひね、海野、はい、さんにも来てほしいな。まあそういうための番組です、はい、そうですね、はい、最終的には海野さんが南米に行くと、うん、いいですね、はい、お金食べなきゃダメだはい、ということで、あと15秒でございます、はい、今月もね、楽しく話した、楽しく話しましたね、はい、本当に、今日の、ゲストは鈴木玲子さんでした。はい、どうもありがとうございました。また来月まで、ありがとうございます。アディオス。